イカレダンメンバーを紹介するぜ。どうも皆さんこんにちは、おかくりショーンです。毎度バカバカしい話を一つ、最近寒いですね。皆さん風邪などはひいてないでしょうか。いや、体ももっともっとストロングになっていきたいですね。そして気持ちも梅雨ですけど、めいったりしないでストロングになっていきたいと思います。そして飲み物はストロングです。お後がよろしいようで、皆さんワンマンコ、ワンマンコ元禄さん、ソアレさん、ワンマンコズムグリやってまいりましょう。ゼルダ実況ですね。だって前回はどこまで、リト族の村的な何か。そうでございますね、はい。ここは上まで登ってって、確かなんか英雄みたいな人がいるんですけど。英雄みたいな人が、うん、その人が怪我をして帰ってきたみたいなことを、指導王子みたいなことですか。袋くんが、あら、あのあれですね、お客人ですかな、あれです、偉い人です、うん、ほほ、その古心につけたるはまさか、うん、そうです、申し遅れました。私はリトの村の族長カーン金がしてその古心につけたるはシーカーストーンではござらんか。そうです、ほほ、やはり怖いんで顔近づけないでください。となるとあなたもリーバル様と同じく真珠バメドーに乗り込む英傑のお一人。あ、タケちゃんマン、タケちゃんマンからスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。はい、ん、いや、英傑様は全員100年前にお亡くなりになりということはシーカーストーンを受け継ぎしまつえ。聞こえてますよ。ああ、すいません、考え事を。聞こえてます。英傑の末裔様、ご賞でございますから、このジジイの話を聞いてくださらんか。いい、ありがとうございます。食い気味で、あなたを英傑の末裔と見込んで改めてお願いが。ほっほっほっ、それは今まさに回遊する真珠バ飛ぶやつを止めていただきたいのです。え、あの上に飛んでる、あの真珠を止めるには選ばれし英傑がやつを内部から制御するしかない。ほう、うん、村の者にこう説明したところ、昨日流行った若者テバとハーツがメドウの偵察に行きました。これあのテバとハーツ、ハーツ、そういうことなんだろうね。はい、偵察に行きました。その時メドウの攻撃を浴びてしまい、うん、ハーツが負傷してしまったのです。メドウは何なんだろう。お前、まあいいか。英傑の末裔様、お願いでございます。うん、メドウの攻撃を免れたテバは怒りに任せてたった一人でメドウを撃たんとしておりますね。なんだって。ほう、テバを探し出し共に真珠バメドウを止めてくださらんか。ほっ、うん、口癖ですか。ほう、はい、カーンは何なんだろうね。ダイモンさん、ワンマンコ、ワンマンコ、タケちゃんマン、ワンマンコ、じゃあ、CD 届きましたよということで、松江、あ、CD、あ、届きました。もう届いてますね。届いてる方いらっしゃる。お気になりましたか。まだかな、うん、あ、これ女性のあの奥さんですね。リト族、あ、そうなんですね。押せて、夫のところに行きます。ヘブラ山脈飛行訓練場。飛行訓練場、リトの戦士たちが空中戦の練習をする場所。おそらく夫はメドウとの戦いに万全を期すため武器を調達しに行ったんでしょう。そういえば今回夫は歩いて飛行訓練場に向かいました。はい、ディズムさん、ショーさん、タケさん、こんばんはということでね。こんばんは、頑張ろう。リーバル広場が、飛び出すんですか。今は空高く飛ぶと、あ、メドウに撃たれるからね。あ、そうなんですか。ほうほう、リーバル様はそんなをいただいた憩いの場。うん、して、その場所は目の前だ。そういえば、なんかいろんなことを言ってましたけど、はい、なんかちょっと思い出しそうですよ。あら、まさかそんな飛行訓練場とか、なんか昔言ったような気もするんだけど。え、そんないきなり、まさか、まさか思い出すわけがないか、ね、こんな簡単に思い出すんだったら苦労しない。あぁ毎回やるんですか。毎回ですね。あ、僕この人が一番好きです。あ、そうなんですか。うん、あの英傑の中では、英傑の中で、はい、出てくるかな。出てこないとかあるんですか。風が強いです。あら、あ、来ました。ああ、そうか。今のって何。うるさい。上昇気流を発生させ空高く舞い上がる僕の技、空の支配者リトの中で芸術品とまで言われるテクニック。バーティカルクライムロールみたいですね。バーティカルエアレイドみたいな感じですね。バーティカルクライムハリケーンスペシャル。一度でも最高と称えられる弓の使い手。つまりこの僕リーバルこそ
厄災討伐の要にふさわしい戦士ってこと。ちょっとショーンに似てますね。どの辺が鼻につく感じがこうどの辺がさそんなことないか。鼻につくこんなかっこよくはないか。なに何に愚の骨頂だよね。それなら勝負と行こうじゃないか。場所はそうだ、あそこなんてどうだい。飛行訓練所ですね。あ、違うわ、あれがバー飛ぶやつの。ごめんごめん、君は一人じゃあの神獣に行くことさえできないんだっけね。おお、いい性格しとるわ。おい、真上に気持ちよく飛ぶな。さすが離島族でござる。という夢を見たのさ。夢だったな。松江様。は、どうも。あ、いや、別にどうもって、あの、はい。どうってわけじゃないんですけど。大丈夫です。ありがとう。じゃあ、手羽さんの行き先はヘブラ山脈のふもとのリノス峠にある飛行訓練所。OK。はい。あ、バンバンコ。あ、もうあの、届いた方、あの、聞いてくださったみたいですね、CD。お、ありがとうございます。はい、ディズニカルセッションラジオの第50回記念 CD ですね。はい、限定8名様にお送りいたしました。10名様だったんですけどね。ね、まあまあ、いろいろ。はい、いろいろあって、8名様に。どこだ？え？どこ？あ、ここ？おお、惜しい。ん、違うだ、これバーメドウだよ。あれ？これがバーメドウの行き先だ。あ、え？どこ？まだ知らない場所？あ、まだ知らない場所か。解放しますか。そうですね。じゃあ、ね、タワーに。ね。なんだ、いきなりバー飛ぶやつに行けるのかと思いきや。あ、全然です、全然です。やっぱりお使いモードがあるんですよ。あら、今回もまた。さて、今日は乗り込むまでですかね。行けたらいいな。 あそこまでやってないかな。お、じゃああれ行きましょう。 OK、レッツゴー。レッツか。ツイッターで先走って今日はバー飛ぶやつに行くぞって言っちゃったから、うん、ちょっと行けるとこまで頑張ってみたいですけどね、はい、おそらくでも麓だからこの辺の。なるほど。でもここじゃないね。それこそ、ま、ほら、ここに行けばいいんだ。カーンてってってここ行っちゃう。あ、はい、でもちょっとね、あれごなしに。あれごなし。お、こんなところにハート型の。ハート型があるわ。影が開いているわ。あれ、ここなんかしたら確か、ここなんかしたら確かあれだな。なんかしたらなんかあれですか。あの、神殿ができるんだったな。 あ、今はまだなんかってなんだっけ、埋もれている。ここで何するんだっけ。今影がすごい通過してきましたね、うん、ここの今光ってる、これハート型なんだけど。あ、そうですよね。ハート型に熱い炎の矢でも放ってみるか、はい、とりあえず。うわ、燃えるぜ。おやー合ってるんだ。これはどういうことだ。確かね、私の記憶が久しぶりにさえ渡りました。ちょっとしたあれを、うん、確かこれだった気がする。うん、せっかくだ。あ、ね、ノルマ達成だドン。一個ね。今日の祠の、必ず祠一個やる。今日の祠のノルマ、あちぃそれもある意味ノルマ、ね、これもノルマ達成だと思う。ことごとく、その男ことごとくノルマを達成する。あと残されたノルマはあと一個ぐらいでしょ、ね、あと一個。関連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 でしょうか。さあ、土曜の夜、皆さんどうですか。お疲れモードじゃありませんか。さあ、ないとですね。ね、あれ、竹ちゃんマン、うん、マイクラいつだっけ、バージョンアップ。知らないって言ってるよ。あ、本当？わかんない。竹ちゃんマン知らないんじゃどうしようもねえな。どうしよう、俺たちなんか分かりようがねえもんな。大砲。もう大砲、シンプルなお題ですね。シンプルだわ。マイクラね、うん、やりたいな。マインクラフティングトリガー。竹ちゃんマンがいたらもうダイヤワンサが手に入るから。頼ってるよね、頼ってるよね。茶々村さん、ワンマンコワンマンコね、それ頼ってるよね。おー、打ち出した。あ、これタイミングゲーとかではないんですか。あ、こっからがタイミングトリガーです、ね、ああ、なるほど。まず起動してってことですね、うん、よし、トリガーを起動するんだ。本当にいろいろあるな、ほこら。とりあえず適当に打ってみよう。打てー。あ、いったわ。
結構あ、うん、6月21日竹ちゃんもありがとう。お、さすが竹ちゃん。来週じゃん、俺明日だと思ってたわ。あ、ちょっとなるほどね。バンバンコーバンバンコン。じゃあいつやる？じゃあ、ね、俺もタケチャーマンとタケチャーマンとずっと掘ってていい？うん、いや、いいっすよ。掘ってんの向いてると思うんだ。掘って持っても砂ばかり。はい、まんまこう。あ、すぐ落ちるんですね。じゃあちょっとだけ見てってください。あ、おお、え、うまい。今日はなんかさえ渡ってますね。いいね。さえ渡る梅酒。あ、澄み渡るだわ。そうですね。あとそれはダブルレモンですね。今ショーンが飲んでる。今日は、あ、そうです。今日はストロングゼロ。ダブルレモン。お、チャチャマラさんはマジンセイバーが出たらしいですよ。マジンセイバー。マジンセイバーってなんですか。FGO ですかね。あ、マジンのセイバーさんってことね。はい、あ、びっくりした。なんかマジン剣みたいなことなのか。マジン剣。マジン剣。マジン剣。マジン。総派人。総派人。総派人。マジンレンガーさん。マジン剣総が。いろいろあるんですよ、マジン剣。マジン剣いろいろあるんですね。マジン剣。マジン剣の中でもいろいろあるってことですか。そうです。ゴーマジン剣とかもある。え、それは？ゴーマジン剣です。ゴーマジン剣。ゴマゴーマジン剣。マジン剣もっと種類あるんですよね。知らなかったな。マジン犬とかいてマジン剣。それ全部テイルズなんですか。全部テイルズだと思うけどな、うん、違うそれ誰に聞いたの。違う、うん、知らないって。タケジャマンが。タケジャマン言ってる、うん、言ってるわ。ノコ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 ってどういうこと。タカちゃんは次いつ名古屋からのこのこ東京来んの。次来んのはさ、もう夏コミの時でしょ。あ、そら夏コミュニケーション。トイさんワンマンコー、うん、あ、私も出ましたという方いらっしゃいますね。おめでとうございます。バスできた。いいな、バスできた。え、そん、はい、なんかそんな流行ってんの FGO。 いや、まあ流行って、そんな流行ってんのっていうか、うん、ですけど、ね、みんなやってる。なんか軽くゲームシステムを教えてもらってもいいですか。はい、ゲームシステムですか。うん、私結構ゲームシステムとかの方が重要なんだけど。はい、あ、そうなんですか。うん、ゲーム性としては、うん、面白い時もあるんですけどね。基本、うん、ストーリークリアするだけなら、うん、サポートに強い人がいればなんとかなるっていう。その基本ストーリー上では何をするの。まあ、物語があるんですけど、戦闘があるんですね。はいはい、戦闘は自分のサーヴァントと呼ばれる、あ、まあ、ガチャとかで手に入れた英傑英雄たちを、はい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 、召喚して、うんうん、でその召喚するサーヴァントにこうクラスがあるんですよ、属性が。ほうほう。何々は何々に強いみたいな、三すくみのそのじゃんけんみたいな、うんうん、誰に強いっていうのをこう入れ替えたり、入れ替えたりっていうか、まあ、やられたら入れ替わるんですけど、うん、まあ、出して、で敵倒して、はい、で倒す時にはそのなんかアタックが強くなるとか、宝具って言われる必殺技みたいなポイントがたまりやすいやつと、パオペみたいなもん。そうです、うん、パオペみたいなんで言い直しか分かんないですけど、でクリティカルが出やすくなるカード、その3種類のどれ切るかみたいな、でその組み合わせで誰がそのカード切るかとかを組み合わせて、まあ、要は敵倒すっていうのやるんですね。うん、でストーリーモードは基本的にそんなに敵強くないんで、あ、ストーリーを楽しむだけなら初心者でも問題ないよと。し、全然弱いカードでも育てていけば使え、結構それなりに使えるんですよ。だお気に入りの、あ、この子いいなとか、この英傑かっこいいなっていうのを集めて。じゃあみんなストーリーだけじゃやっぱり物足りないと。そうなの。どんどん、うん、新しいイベントもあるんですね、うん、ちょっと強い敵が、はい、加えてちょっと面白い愉快なストーリーも付随してくるわけですよ。ほうほうほう。僕のタイプムーン好きとしてはね、うん、フェイト好きの人間としては、あ、面白いじゃないっていうイベントがあるわけなんですね。それのためにそうですね。チャチャマルさんも言ってますけど、ゲーム性あまり期待しない方がいいと。おお、そう。キャラものってことですね。僕はストーリー好きなんで。これ、うん、これどうすればいいんだろう、うん、あ、目玉がいないですね。うん、目玉ちゃんがいない、うん、なるほど。高いところにいる。じゃあ FGO っていうか聖杯戦争を知らないとあんまりおすすめできないってことなんでしょうか。でも全然そのフェイトを知らなくても、うん、聖杯戦争元の大元の話知らなくても、うん、ストーリー面白いよって言ってハマった人も当然いるんで、じゃないとこんなにたくさんの人やってないですから。そっかね、本当に人気だよね。はい、だからディヌさんのチャンネルの人ってみんな見てるやってるよね。全員じゃないと思いますけどね。本当に、はい、なんでみんな FFRK やんないの。いや、レコードキーパーやってる人だっていますよ、きっと。いるかもしれない。本当に、ね、いないよ。本当に俺の周りの友達もほとんどいないし。よしじさんワンマンコー。もうすぐはい、バックフェスが始まるんだけど FFRK は。何バックフェスって。すごいフェス。すごいフェス。ガチャですか。てんこ盛りフェス。てんこ盛りボンバー今来たよ。ワンマンコー。ボンバレボンバレ
れポンパレポンパレあっぱれ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 引っ張れ引っ張れ。ここはなんか魔物の巣窟みたいな。あのすごいどこそこかしこが毒ってね、毒毒してますね、うん、ワンマンコー毒毒タワーですよ。あ、皆さんを苦しめた毒毒タワーです。今タワー目指します。それはドンキーコングの、うん、あ、そうです、毒毒タワー下からあの、アシッドが君も苦しめられた。確かに、いや小学校の頃あれクリアするのは相当苦労しましたね、うん、もう地獄だったね、はい、なんでなんでって、あのなんていうの、あの蛇みたいなやつをさずっと操作して、なんでそうなんでってやってた。あーって、あ、むしろ初めてのフェイトにおすすめなのが FGO だと。あ、そう、フェイトシリーズ初めてやるならそこから入ってもいいじゃないと、でそこからなんか面白くなっちゃって、はい、ゲームを買っちゃうと。あ、そうですね、最初知らなかったけど面白いですって方いらっしゃいますから。ゲームで、ね、うん、今ならアプリ、今ならっていうか前からですけど、うん、あの無印のねフェイト、うん、ステイナイトって一番最初のフェイト、うん、あれあの第1章は無料で、一番最初のルートは無料でね遊べますから遊べる遊べる、今も多分物語を見れる、見れます、やれます。気になったらあの2章3章は購入してください、はい、ああまあね、あ、そうか、そういうやつですね。こっから登らんとダメか。ああなるほど、あっこも完全に登れなくなってるんですね。目玉どこにもないんですね、うん、そういうタイプの場所なのかな。あ、実は俺が知らないだけであるとか、どっかにある可能性が。どれどれ、これで見たってわかんねえや。あ、これわかるか。こっちでこれでわかるか。ビザロックで敵のあれが止められるものは黄色くなるはずだから。でも全然見えない。結構遠くまであのビザロックのあのワーンっていくんだね。本当だ。かっこいい。もう、はあ、地形を見てます。今気づいた、はい。あそこの目の前のなんかちっちゃい塔あたりから飛び乗るって感じですか？うん、この子？はい。あ、でも足元今乗ってたのもちっちゃい塔か。そうね。はい、ちょっと小さい。こっちの方はちょっと高いところまで行けそうな雰囲気ではありますけど。雰囲気はある。うん、雰囲気を。綺麗に発音していく、うん、雰囲気雰囲気ではないんだと、雰囲気なんだ と、そう言っているだ、そう言っているだあっちの方が高い、こっちは、あ、さらに、あ、目があったぞ、 ありましたよ、ありましたぞ、行け、お、三本や、走れ、パオペちちち、お、あそこに登れる、あ、あ、そうなんだ、へえ、面白い、もうじゃあ行こうぜ、やるじゃない、おう、てっ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 てカーンの高さが大事よ ね、音を合わせていく、お、なんかちょっと久しぶりに謎を解いた感じです。いいですね、解きましたよ、解きましたよ、それはそれはちょっと合わせようがなかったんですけど、解いた時のあれですね、はい、あ、クリアした時も言いますね、はい、ちょっと初耳なんですけど、ね、クリアしましたよ、はい、しましたよよし、行きますよ、行きますよ何でもいいな何でもいい、え、どうせ休みだろ明日みんな、日曜ですからね明日、じゃあ何でもいいよ、うん、みんながみんなじゃないですよ、働く方だって当然いらっしゃいますからね、本当働く自動車の方もいらっしゃるの、今日は休みなんですか、私休み、休みじゃなかったらね、うん、生放送やってないと思う、なるほど、平日はね、平日もまあ確かにやってんだけど、平日は頑張ってやってる、はい、うん、次の日あっても、うん、みんなが待ってるから、そう、うん、待ってるで、待ってなくても、うん、呼ばれてなくても待ってるぜ、じゃ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 チャリできた今日はそれ言いたいの、うん、うんあ、ショーンさんポイントいただきました、うん、え、まさか114,514 ポイント缶が入ってるからいただきましたね、 ありがとうございます、はい、缶が入ってたから、はい、ダブルレモンを飲みながら、最近目が悪くなりました、あ、急にまた話が、うん、目が視力が落ちてきたんですか、ここからその、はい、ちょっとあのみんなのコメントが見えない、あら、遠いのかな、遠いで、リズムさん見えるでしょ、僕見えてますよ、僕は遠視なんでね、近くは見えないんですけど、このぐらいの距離ならそれなりに、リズムと俺ってほんと逆逆だよな、逆だな、お互い、うん、ないところを埋め合ってんだよな、 S 曲と N 曲なんだよな、あ、くっつくわS と N はくっつくわ、くっつく、うん、あとなんか今の発言お互いすげえ気持ち悪いわお、そこにいち早く気づくリズムなんなんだ今日やめてくれやめてくれ、その攻撃は俺に効くよし、いいでしょう、ふざけ倒しましょう、あ、でもなんかもうほぼマップ読み込み切ったんじゃないですか、ね、いや全然ですよ、え、これでも全然なんですか、ほら右下結構ガッサリ空いてるの、ここガッサリガッサリ、すごいな、あ、でも結構やったね、あ、確かにやったわ、まあ、とりあえずこういっか、あと一つ二つじゃないですか、お、ここに行くぞ、行くぞ行くぞ、こっから飛ぶぞ、大丈夫だ大丈夫だ、ドラゴンボールで引き入れるちょっとファーがいる、テミーに似てくるよね、はい、そうですね、大丈夫だテミーに似てくるって言ったら、テミーだって僕らが勝手にそういう音出してるだけですからね、あ、
テミのイメージといえばみたいな。テミだ、テミだ、テミだ。これ勝手に言ってるだけですから。そっか。はい。ぜひあのテミの声を、はい、あのやってください。ショーンさん。テミ選手権っていうのがありましたら、はい、僕出場するんで。出場する。うん、テミだって。俺がテミであるっていう。あれこそはテミだっていう方。あれこそはテミだ。はい。やっぱりいろんな国から集まってくるのかもしれませんね。ぜひ戦っていただいて。ね、僕はやるよ。うん、でもあっさりタワークリアしましたね。あ、そうだね、はい、結構なんかめんどくさそうな感じだったのに。じゃあ早速ここに行きましょう。行きましょう、うん、そこがおそらくその辺りに。あ、子供もいるんだ。でもあそこ、はい、待って、あそこ、あ、おこらだ、なんかやりやすそうなとこにあるじゃん、はい、あ、ショーンさんのテミ好きですっていう方でコメントいただきました。ありがとうございます。はい。もうね、ディスらずに脳折衝で行くアンダーテールはシリーズ完結しましたから終わったんだよ。そうです、終わった。ディスらず2の方は完結しました。もう終わってしまった、はい、もうしょうがないんだ、これはしょうがないことなんです、うん、いつか終わるんだゲームは。そうなんです、終わりだ。ちょうど、ね、相手もそう言ってましたよね、あの子も。あの子、あの子、名前なんでしたっけ。アズリエル君。アズリエル君も、うん、アズリエル君ね、うん、アズリエルっていい名前だよな。アズリエル、うん、エズリエル、お、エズクション、エズクション。それはいい、いいじゃないな。いや、昨日さ、二日酔いし、昨日今日か。ショーンだって昨日ねえ。あ、いや、君と一緒にいたことを言ってもいいの？今別にいいですよ。ハイボールを4杯くらいしか飲んでないのにさ、はい、もうあんななんて思わなかった。あそこアルコール濃かったみたいですね。濃かったわ。あ、気づかれた。まずい。え、嘘、気づいた。やっぱり。あ、いや。ああ。うわあ！手前か。そう、あ、うわあ！ HP が一気に。嘘。畜生。手前にいたのか。貴様のような奴らは無視だ。はい。そして俺はこれから祠をクリアする。その祠をクリアしたあれで HP を回復させるんだ、はい。そう思うのであった。中に入ってしまえばこっちのもんだと。ほら見てくれ、あそこに上昇気流があるよ、ディズム君。狼もいるわ。乗るか。そるか。乗るかそるか。上昇気流。近くにある？ポルカ踊るか。ポルカ、ポルカ、ポルカって何？こっちにもなんかカカリン、あ、ここがあれだ、はい、あ、じゃあこれセーブポイントにしなさいよと。あ、そういうことか。あ、はあ、じゃあ、あ、じゃあ全然良かったですね。さっくりクリアしちゃいましょう、はい、こっちからの方がね。カーリン、カカリン、カカリン。なんかキャンプの時さ、火の周りをさ、はい、小学生の頃よ、はい、みんなでジェンガーみたいなのしなかった？え、何よって？キャンプのジェンガー、ジェンガー、ジェンガー、てってん、てんてててててんってやつ。え、どういうこと？ジェンガっていう踊り知らない？知らないっす。その曲は知ってますけど、あれジェンガっていう曲なんですか？うん、うん、あ、あれ、うん、じゃん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 ってやっていくうちに、なんか勝負をして、はい、あの前の人の肩を掴んで、はい、どんどんみんなが増えていく。足伸ばすやつ。足伸ばす、足伸ばす、足伸ばす。じゃんけん？そう、じゃんけんかなんかして。あ、負けたら後ろにつくやつ。そうそうそう。あ、僕あれ一回だけ1位になったことあって。何嫌なの、うん、いや、そういう記憶があるのを今、一気に思い出しました、うん、幼稚園の頃にね、じゃんけん全部勝ったんですよ。あ、ほんと、はい、え、すごいやん。で、戦闘で全員後ろにはべらせるの、すごい気持ちよかった記憶が。気持ちいいよね、はい、もう気持ちいい。でも僕もその曲聴いてたらフォークダンスってコメントがありますけど、僕もフォークダンスかと思いました、ね、フォークダンス、俺フォークダンスはやったことないんだよね。てんてんじゃんじゃん。その曲といえば それなんですか、ショーンにとって。そう、てん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 じゃじゃじゃ。で、キャンプファイヤーの周りをどんどんみんなが囲んでいくという図式になるわけだ。今ちょうどキャンプファイヤーのこと思い出したよ。そうだったんですね。そうさ、はい、あ、アズゴアとトリエルでアズリエルだよみたいな。それに気がつくとはコメントをいただきました。やはり天才か。じゃんけん列車。あ、じゃんけん列車っていう。じゃんけん列車って言うんだ、タイトル。マイムマイムならした。あ、僕も高校のね、マイムマイムも、うん、あれ、あ、ぶ体育祭？体育祭だ、うん、体育祭でありましたよ、マイムマイム。はい、マイムマイム。いや、それ違う曲。マイムマイムマイム。それ違う曲ですね、うん、これどこ行けばいいんだ、うん、マイムマイム。とりあえず上に行けばわかる。マイムマイムマイム、マイムマイム、マイムマイム。お、あ、行けそう。いやいや、なるほどね、やりましたね、はいはい、ふわっとね、帯をふわっとね。ちゃんとずり落ちてきちゃう。閉めてー、ウェーブかかってる。宝箱どうしよう、うん、あれどうしよう、取る。ええか、何が入ってんねや。まあええやろ、こういう時大事な服とかが入ってる可能性があるんだよな、
うし。いや本当に防御力全然上がんないですね。一撃であれあんな食らってましたけど。泉に行かなきゃダメなのよ。ああなるほど。泉に行ってこう、はい、アイテムを渡して強化してもらおうと。ああそういうことか。いやガノンと戦う前にはやっといた方がいいかも。大妖精まだ一人しか会ってないですよね。あそうだ3人くらいんだよね。あ4人だっけ。なんか4いそうですね。うん。砂漠に1人と、うん、あとどうだっけ左のね真ん中あたり。左の真ん中あたり。あとね右の真ん中あたりだったかな。本当に広いなブレスオブザワイルド。ねえ。ねえ。ぼちぼちこれもこのシリーズも完結を迎えようとしてるわけですよね。まあもう半分はもう進んでますからね。はい、半分以上は。いやでもね、うん、第何回ですか。今動画で上がってるのは。回数的には次19。うんこれが19。これまだ19回しかやってないの。19なんですよ。ディズメカルセッションラジオに比べたら大したことないね。まあでも時間でいくと1回2時間ぐらいやってますから。あそっか。19ってことは38時間。あ結構やってるな。近くやってるっていう。まあ1時間ちょっとの回もあったけど。おムービーですね。渋いのかなやっぱりこういうなんか寡黙な人は。お手羽ですか。ああ手羽ですね。手羽先さんですね陸の選手の。おおかっこいいな。ねえ子孫なんですか彼も。やはりそうだ誰だいや喋ってると思いますけど俺は忙しいんだいや、はい、テミになっちゃうかぶせないで怒られる怒られるから最初の一文字目がテミと同じだったもんな手羽さんだから手だから、うん、でも彼の手はバグってないですから彼がバグり始めたらもう終わりだよツバメの海海ポーチいっぱい木の矢木の矢あちょちょ丸さんがディズノさんたちワイルドカップワールドカップですかねワールドカップ興味ありますってことでサッカーねああいや僕あんまり見ないんだよねサッカー見ないっすねワールドカップ見ないなそんなこと言ったら野球も見ないし特にねあんま何も見ない昨日職場の後輩がね、うん、ワールドカップの試合日程表を待ち受けにしてウキウキしてましたよあそう、まあ、あじゃあ相当好きなんじゃない興味ある人は当然あるんでしょうけども僕らはスポーツがねスポーツね僕らとか言っちゃったけど、うん、僕あんまりね俺あんま見ないな、うん、見ないですねじゃあ勝負しましょう俺は忙しいんだ手伝いませふんじゃあサレンダーでもしてろ降参オープン何か用か俺は忙しいんだ手伝います手伝います何を真珠バー飛ぶやついいじゃないですか待てバーメドウだ飛ぶやつじゃないバーメドウだあでも飛んでるからそのままおいメドウだあリンクですリンクどこかで聞いたようなだだなでリンクさんようちの族長に会ってるってことは俺を連れ戻しに来たんだろうよそうですまったく族長のお人よしにも参ったもんだどうせメドウにやられて怪我する前に連れ帰ってほしいとか言われたんだろ残念だが俺はここを動くつもりはないからな俺だってリトの戦士の端くれ仲間がやられておめおめ帰るわけにはいかねえさしかしな一つだけ俺をリトの村に帰らせる方法があるぜそれはそれは神獣バーメドウが沈黙し奴が空から消えた時つまりまだるっこしいですねちゃんと言ってくださいバーメドウをぶっ潰すそれが今すぐ達成できれば村に帰ってやってもいいぜ分かってます分かってます俺の性格まで村の奴らに教えられたかでもな族長が言ってたぜバーメドウを本当に止めるには奴の内部に入らないとダメだってなまさかお前メドウの中に入れるとかええ、まあ。メドウに到達するための翼もない上に、無知ときたか。じゃあ教えてやろう。神獣の中に入れるのは、100年前に実在したエーケスと呼ばれる5人だけだ。そしてそのエーケス様は、全員その当時に亡くなっている。ガノンの手によってな。まあいい。とにかくメドウに入れようが入れまいが、奴を黙らせることができればそれでいい。ただな、むやみにメドウに近づくと奴の砲台の餌食になるだけだぜ。なので試させてもらう。俺たちリトの戦士はこの谷の上昇気流を利用して空中戦を想定した弓矢の訓練をする。この上昇気流は頭上で布を開くだけで人一人が簡単に浮かぶくらい凄まじい。だからお前がリトの訓練法でどこまでできるか見せてもらおう。銃を舞いながらこの谷に仕掛けてある的を5個。
3分以内に壊してみろ。望むところよ。じゃあ行け。なんで最後それにしたんすか。やで的ここだぞ。じゃあ行け。いいか、待ったのか、行くわよ。ちゃんとやれよ。それピュンピュン飛ぶわよ。行くわ。えい、お、ギリギリまで引きつけるわ。でも体力なくなっちゃうから。あ、そうなんですね、うん、あ、一発余裕ですね。なんだかんだやっぱり一回一回戻った方がね、うん、いいと思うんだよね。体育消費があるから、うん、ふわふわ、あの遠いところにしますか。結構あれなんですね。まずいまずい。あれ体力回復した。なんで上昇キルだから。あ、回復した。あ、これラッキー、いつまでも飛んでられるんじゃん、楽しい。余裕ですか。うん。お、そんな一度に二度も。おお、回復した。ちょっと今不安でした。あれもう終わり、早いですね。終わりましたね。あ、楽勝じゃないですか。あ、いいじゃない、はい、あ、上昇キル乗ると体力回復しますよとか、ね、へー、行くわよっていうスタンプ。あ、そうだ、スタンプね。そうなんですよ、スポンサー ありがとうございます。新しいスタンプ打てるんですけど、もう何にしようかなって決まらなくてね。アースは。アース行きます。地球って書いておきます。読み方がアースってこと。読み方がね、読み方はアースだけど。いやでもまあまあアースはちょっとあれか。うん、どうします、はい、どうしますって。まあリズムさんが決めればいいと思うけどさ。うん、R6ST さん、ね、ワンバンコー。あ、ワンバッコ浮いたらゲージ回復しますよ。そうなのね。そうだったんですね。お、準備できたから声かけましょう。お、爆弾屋でぶっ壊すんだ。はーい、爆弾屋20個もらいました。お、ちょっと待って、寒さ対策。初耳みたいな。ちょっと待ってくださいっつって。背中で燃えてる剣があるから平気よみたいになってますけどね。でもね、もっと寒かったはず。そうなんすか。ポカポカとキノコでも、あら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 、こんな感じでいいんじゃないですか。ルールしましょう、これで。どう、お、耐熱効果プラス1じゃあれか。このぐらいしてみるか。お、耐熱、耐寒、耐寒効果レベル1だ。あ、もうちょっとレベル上がらんのこれ。これだけでいったらどうなるの。ドパ。お、お、体感効果レベル、どこまでもレベル1だな。どうすればいいの。え、組み合わせのせいですか。あ、それじゃあこれと、はい、これと、お、あ、まあこう、あ、追いついたって方いらっしゃいますね。全部見てくださったんでしょうか。これとこれとこれどうなんの。ビヨーン、妙な料理。せっかくあんなに使ったのに。じゃあこれとこれとリンゴだったらどうなの。お、あ、でもレベル1だ。もういいか、レベル1で。ええやろ、いくで。やっぱレベル1だと効果が薄いってことなんですか、うん、そうそう、効果が薄いんごってことね。なるほど、食っときますか。いただきます。あ、これ以上じゃあいいです。よし、じゃあオッケー。よし。だがその前に一つ俺から質問させてくれ。リンク、お前はなぜそこまでしてメドウ討伐に協力してくれるんだ。うん、まあ僕ゼルダさん大好きですから、ゼルダを救うため。ゼルダ、100年前の村の英傑リーバル様がお仕えしたハイダル城の姫様と同じ名前だな。その人と今の神獣バーメドウがどう関係あるのかは知れねえ。理由はどうあれ、うん、リンクは俺と一緒にメドをぶっ潰してくれる。そうだろ。お、ちょっと友情が芽生えてますね。よし、そろそろ行くぞ。ノリナ、あの子が空港で待ってるんだろ。あ、あんなとこに宝箱が。あ、知らなかった。宝箱が。あ、まあ、選手思わず指を指しました。宝箱何入ってたのか気になる。これはあのあれですが、撃ち落とされないように近づかなきゃいけないとかあるんですか。やっぱそうじゃない、今までのあの経験上、はい。一回クリアしてるんですけど僕。まるで知らないかのような。着いたぞ。お、ここまで高いとさすがの俺でも凍えるぜ。いや高いですね。その羽毛でも凍えるんですか。そういや羽毛の布団っていいですよね、あったかくて軽く。そしてあのでかいのが真珠バーメイド。わ、すごいシールドが。ふん、またバリアか、小賢しい。どうしたリンク、
ビビって声も出ないか。寒くて声が出ません。さーて、作戦のおさらいをしようか。聞いてください。寒いんです。あの砲台が見えるか。ケロケロ。俺がおとりになって砲台の攻撃を引きつける。その間にお前が爆弾屋で砲台を壊す。ここまでは OK だな。はい。一時退避したくなったら布を広げてひたすら上昇すれば捕まえて背中に乗せてやる。おお。それから明洞のバリアは狙うだけ無駄だ。近すぎすぎて触るなよ。ビリビリキューなっちゃうぞ。最後に何度も言うが、寒さ対策だけは忘れるなよ。準備ができたら行くぞ。おう。戻りますと。よし、じゃあ砲台を頼んだぞ。はい、気をつけろ。生放送見逃しが続きましたが、昨日で今までの見終わりました。ありがとうございます。もうずいぶん長いあれだったでしょうに。しまった。ありがとうございます。はい、当たってるか。当たってねえな。どうかしたんですか。いや、爆弾や、当たってない。ああ。すごい距離で撃つな。確実ですね。うわ、浮いているわ。お、うまい。あいつは誘導、本当にすげえ誘導してくれてる。上下で避ける、うん、あ、デコになってますね。ね、めっちゃデコいしてる。あ、すごい。嫌です。わお。パキューン。お、なんか当たった今。はい、あ、今来た方ワンワンコー。ここから撃てば当たるのか。ダメだ。真下すぎた。角度が鋭角よ。さらばだ。やったぞ。右手の弓が壊れそうだ。四方向に四つにあるんだ。はは。鬼人の弓壊れるのなんか忍びねえな。でもしょうがねえか。これ今までで一番簡単ですよ。誘導がかなり効いてますね。ねえ、その上面白いよ。こうなんか空を飛べるって素敵なことだよね。空を飛べるって素敵なことね。ラスト、ラスト、最後だ。ラスト、行くわよ。みんな気合い入れてこー。おう、サーブ行くよ。あ、私があんまり大きな声出すからディズムさんが今扉を閉めたところであります。ちょっと扉に隙間が空いてた。す、す、す、す。はい。あー、こっ、危なっ。おー、行ったのか。行ったか、よかった、やったか。びっくりした、やってない。鬼人の弓壊れちゃった、もったいないことした。ちょうどまあいいか。鬼人の弓はなんかレアなんですか。一発矢を撃つだけで、はい、あの、3本なってましたね。出るっていう、うん、矢の消費の数は1本で済むんですよ。2連休もかっこよかったですけどね。2連休もね、ピョンピョンってやつね。うん、やりました。これで今日、え、今何分ですか。あら、まあ、40分でこんなところまで。あらららら。あ、ソフト麺って食べたことありますということで。給食に出るやつ。ソフト麺、いや、僕も食べたことないですね。知ってはいましたけど。え、お、俺んとこは出たよ。出ました。北海道だけ。いや、多分まあ地域じゃないですか。ああ、そうか、うん、俺んとこは出ました。ソフト麺、うどんもあったし。まあ、あれ、手間やられたのか。すまない、俺はやつの砲撃で。あ、これみんな声聞こえてるんだ。喋ってますね。本当？向かいます。僕はお酒飲んでないですよ。ショーンはダブルレモン飲んでますね。ストロングゼロ。よし、いいですね。羽でこうグッドマークされるとなんかグッときますね。お、グッドグッドね、グッドね、うん、